皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回はこちらのブラジルさんホラーゲーム、ペサデロをプレイさせていただきたいと思います。ブラジルさんのホラーゲーム、結構レアじゃない？確かにブラジルさんのホラーゲームってあまり聞かないわね。それでこちらはどういったストーリーになっているのでしょうか？簡単に説明すると主人公アレックスの恐ろしい悪夢を体験するホラーゲームだそうです。悪夢系ホラーですか？最終的に目を覚ますのがゲームの目的っぽいですな。なるほど、それじゃあ早速やっていきましょうか。レッツプレイ。ということで始まったようです。ジェネレーターをオンにして駅のライトをつけろ。ふむ、今回の舞台は駅ですか。確かにこれじゃあ真っ暗で何も見えないわね。ささっとジェネレーターを起動させちゃお。この先にあるのかしら。うん、ジェネレータ室って書いてある。バルブが一つなくなってる。つまりそのバルブを見つけない限りジェネレーターは起動できないと。鍵だ。そして定番のフラッシュライトも落ちてる。これは助かりますな。どうやらバルブはアドミニストレーションルームにあるようです。アドミニストレーションルームって確か管理室って意味だっけ？だと思う。わお。ホラゲ定番の血文字で書かれた逃げろ。一体何から逃げればいいの？なんだろうねー。でかい今気づいたけどこのゲームって走れないんだね。あ、本当だ。地味に不便。移動に時間がかかるなー。これって主人公が入ってきた扉よね？ですね。これは路線図かしら。ポルトガル語で書かれてるわね。あった？管理室だ。この先か。あ。残念ロックがかかってます。そんなことだろうと思ったわ。鍵を探さないとだね。近くにあるといいんだけど。トイレ出たー。ブラジルの実力見せてもらおうじゃありませんか。小便器の中に鍵が。って何この作り。ここで小便したら全部跳ね返ってきそう。おしっこが流れる排水口内じゃないですか。ブラジルさんホラー恐ろしやー。これは許せんね。大便器の方はどうなんだろうか。よい。ふざけてんのか？便座もなければ流すレバーもありませんね。制作者出てこいやー。ホラゲーはな、トイレが命なんだよ。ここいい加減に作ったらいくら他が良くてもクソゲーなんだよ。お、勝手に天井にズームインした。電球がないね。もし電球見つけたらここのトイレに持ってくれば良さそう。また鍵がある。やたらと鍵手に入るわね。でも今手に入れた鍵じゃ管理室は開けられなさそうだ。管理室の鍵どこにあるの？あの光は何だろうか。怪しいですね。管理室の鍵来たー。これでやっと管理室デビューできるね。管理室デビューって。あとはバルブを手に入れてジェネレーターをオンにするだけ。でも駅の電気がついたところでここからは脱出できるわけじゃなさそうだけど。うわぁ。な、何今の。何かがすごい速度で横切っていったね。また勝手にズームインした。ジェネレーターを回す順番が書いてある？その上には化け物の写真か。まさかさっき横切って行ったのって？カルロス・ゴーン。なんでそうなんの？テーブルの上に鍵があるね。ウェアハウスの鍵だって。そしてバルブゲッツ。ではジェネレータルームまで戻るとしますか。戻ろう戻ろう。ブラジルさんのホラーゲームって何が出てくるのか全く予想つかないよね。美女の化け物がサンバ踊りつつサッカーボール蹴りながら襲ってきそう。ひえー。とりあえずここまでは順調に進めてるわね。このまま何事もなく終わってくれるといいんだけど。バルブ装着。あとはさっきのメモ通りの順番で回せば。これでジェネレーターをオンにできるらしい。動いた。え、すんごい煙出てるけど大丈夫なんだろうか。嫌な予感か。次どうすればいいんだろ。また唐突なズームイン。向こう側のホームにズームしたわね。次はそこに向かえと？なのかな？こちら側でできることもなさそうだけど。行ってみるか。ジェネレーターをオンにしたことで電気がついたね。開けるには4つのマスターキーが必要なんだって。また鍵ですかい。この扉はドライバーと鍵がないと開けられないって。今度は鍵だけじゃなくドライバーも必要なのね。おお、ハンバーガーの広告。500円ちょっとか。美味しそう。人肉使ってそう。なんでそんなこと言うの？
なになになに、出たー、逃げたー、やられちまったぜベイベー。いきなり出てくるのやめてよー。また初めからやり直しだ。ということでジェネレーターをオンにする場面まで戻ってまいりました。やられると初めからになるの辛すぎる。おそらくジェネレーターを起動した瞬間から化け物が襲ってくるようになるんだろうね。ここからはスピーディーな行動を心がけないとね。そうだね。とりあえず向こう側のホームに向かうのは確定だね。それじゃ行くよ。ここで開けられる扉を探さないと。お、何か落ちてる。これってドライバーじゃん。確かドライバーと鍵があれば開けられる扉あったよね。あったあった、この近くだった気がするよ。ドキドキするわね。いつ襲ってくるかわからないからねー。この扉だ。開いた。中に入ります。カルロス・ゴーン、いい加減にしろ。だからゴーンさんは関係ないでしょ。安定の鍵。これは何かしら。数字を入力するパネルだ。あ、これって電球じゃない？トイレで使うやつだね。またまた鍵です。よし、次はトイレに戻って電球をはめよう。カウントダウンが始まったんですが。あと7分でこの駅爆発するらしい。ジェネレーターから煙出てたしねー。それじゃもっと早く行動しないと。電球のないトイレは確かこの先だよね。女子トイレの方だね。おらよっと。壁にコードが。ドアのコードだってさ。2331、覚えておこうね。きっとさっき入手したパネルを使って入力するんだな。問題はそのパネルをどこで使うかよね。ここは外れ。次行こう。こんなー。で、出やがったね。電球は絶対に逃げ切ってやるよ。こんなー。叫びを言いた。どこまでも追いかけてくんよ。やべ、行き止まりだ。は？ギリギリのところで巻いた？ぽいわね。危ない危ない。このゲーム心臓に悪すぎるよ。そして耳にも悪い。パネル使える扉見当たらないね。どこにあるんだろ。あった？こんなところにあったんか。2331ね。よし、開いた。また鍵があるのかな？ありましたー。あと開いてない扉って今いる側のホームのトイレかな。もうやめてー。ふざけんな。脅かすだけ脅かして消えたわね。なんなんあいつ。今襲おうと思えば普通に襲えたよね。お次はなんだ。あと一つ鍵が必要。やあ、あいつ私たちのこと脅かして喜んでるの。完全に癖になっちゃってますね。鍵見っけ。これで謎のボックスを開けられるね。中身は何か。出口の鍵だってさ。やっとか。これでようやくこの悪夢とおさらばできる。あのふざけた化け物ともこれでお別れだ。出口来た。やったー、クリアしたどう。しかし心臓に悪いゲームだったな。久々のドッキリ系ホラーだったね。はい。ということで無事クリアできましたのでこれで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、動画へのグッドボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。